はい、ということで、今回は久しぶりのこの企画、スーパードラゴンボールヒーローズ絶対に持っておいた方がいいトップ10のカード、こちらをご紹介していきたいと思います。さらに今回は現役ランカーが選ぶということで、ね、はい、いつも以上にね、今の環境やり込んでいるこのプレイヤー視点で、今のもう環境的にもそうだし、もうこのゲームやるんだったら、まあこれはまず絶対あった方がいいなっていうカード、今回ピックアップしました。なのでそっちの方をぜひご覧ください。さあ、まずはこちらのカード、ウルトラゴッドミッションの5段アルティメットレアより、孫悟空、通称バイバイ悟空ということで、まあこれはもう唯一無二の、防御カードとしてね、名だたる1枚です。アビリティがアタッカーにするだけで敵全員のパワーを1000にし、カードアクションとタッチアクションアビリティを封印するという、ことで、こちらはですね、実装されてから今に至るまでもう弱かった環境がないです。ほぼ永遠に強いんじゃないかなと、思ってます。で、もう本当にスペック的にもね、めちゃくちゃ高いですし、やはりこのね、あのカードアクションタッチアクションを封印しながらパワーを背にするっていう、本当に他じゃ絶対真似できないアビリティをね、持ってるのは本当にこの悟空だけだし、使い勝手がとにかく高い。そしてこのカードはいろんなデッキに入ります。もう本当にね、環境デッキ、からね、マイナーからあのユニットやら何やらね、もう本当にいろんなデッキに、ね、入りますので、まあ間違いなくこれ持っておいた方がいい一枚と、言えるでしょう。はい、続きまして第9位はこちら、BM7 段のシークレットレアより赤き仮面のサイヤ人です。元祖ということで、やはり仮面系はね、あの元祖が一番強いですね、本当に。赤き仮面なんですが、こちらも唯一無二です。ガードと軽減効果をね、3人ね、無効化して攻撃することができるという、これはね、あの、今度の UR のね、ゴールデンフリーザとかとはまた違った使い勝手の良さがあって、あいつはガードだけなんだけど、下げれるのがね、この赤きは、まあ、ガードと軽減両方毎回無効化できるという、これはね、非常にぶっ壊れております。さらに、スーパーエナジーがめちゃくちゃ強い。ヒーローエナジーの数かける 20% ダメージがアップするということで、こちら単体でね、3、4万の火力がね、あの、余裕で狙えます。はい。マジでぶっ壊れです。そして、赤き仮面のサイヤ人とやはり一番ね、相性のいいアバターは、男の子の限界突破。まあ、かっこフルパワースタイルです。はい。こちらはね、ダブル龍拳で仲間とね、自分の当てるダメージを2倍。で、カメハメハラッシュでパワープラス1万5000。からのスーパーエナジーというコンボが非常に凶悪ですので、はい、こちらはね、まあ男の子とか持ってる方も、すごいね、使ってほしいんですけども、それ以外、もう人造でも、女サイヤでも、どのアバターにも合う、非常にね、優れた汎用性のある1枚だと思います。さあ、第7位はこちら、ベジックス。はい、UGM の9段シークレットレアです。はい、こちらまあ固定ダメージの、現環境最強カードですね。さらにチャージ補正に、5点草記録全回復というエナジーがプラス2っていうことで、まあどちらも使いやすいですが、やはりね、ベジットに、しておけばね、とりあえず相手全員最速、もう大体のキャラをね、最速に、できます。で、これはまあ対人戦もそうなんですけども、ミッションモードでもね、すごい大活躍のね、できるカードで、まあ、固定ダメージ無効とかがないステージだったらこれだけでもね、相当無双プレイができちゃいます。はい、いや本当にこのね、ベジットの一撃はね、あのマジで重くて、まあ、対戦でだいたいまあ5000でも1万でも食らってしまうとね、マジで痛いので、まあ間違いなくね、対策だったりとか、まあ警戒されるね、1枚であると言えます。今の環境でもすごいね、使いやすいですし、今回ね、あの固定対策とか出てますが、なんだかんだでランクダウンはそこまでしておりません。けれども、あの毎回毎回ね、その固定ダメージのね、あの対策できたら当たるわけでもないですし、ベジットは最悪、まあ、チャージインパクトの補正だけでもね、あの相当優秀だと言えますので、はい、今回もね、絶対持っておきの中に入れさせていただきました。198だった、ごめん。はい、第7位がこちら、ドッカンゴジータです。はい。失礼しました。先ほどのベジットが第8位でしたね。もうこの時点でおかしいんだよね。うん。第7位でこれが出るっていうね。もうどんだけインフレしてるねんっていう感じなんですけども、はい。ドッカンゴジータさん、めちゃくちゃ強いです。邪念をうがつ融合戦士っていう効果で、バトル開始自分チーム全のパワーを2倍にする。アタッカーにした敵チームの攻撃時に、仲間アタッカー全の受けるダメージを 40% 軽減する。軽減効果が下がってる仲間アタッカーがいると効果が 80% にアップします。はい。絶対防御ですね。さらにまあ、ドッカンブレイクも、
優秀、敵のセントリーカップを封じるんですけども、ドッカンブレイク自体が結構ね火力が、出せます。で、超撃戦っていうねアビリティ持ってます。はい、自分の当たるダメージと軽減効果がバトル開始時からアップするんですが、当たるダメージが 1.3 倍、軽減効果が 30% アップで、必殺技も永続で発動可能になるので、超絶カメハメハ、何回でもね、ぶっぱできます。はい、ここが非常に使いやすい。そしてチルドの対策が、できちゃうんですけども、第6位はチルドです。はい、こちらもそうですね、なんだかんだでやっぱり強いです。うん、ずっと強いです、チルドは。はい、まあ軽減ダウンですね。はい、最強の軽減ダウンのね、カードとして、有名ですが、まあ簡単に言えばもうヒットみたいな、ヒットのロックオンが毎回打てるみたいな永続でね、うん、かなり頭のおかしなね、スペックを持ってるんですけども、フリーザとコルドとクーラー、このねキャラクターたちの戦闘力を2倍にして気力を大幅にね回復できるので、ここもかなりやばいです。あのですね、もうこのチルドが登場したせいで、そのフリーザっていうだけで注目されたりだとかね、まあ同じ段にクーラーのシークレットなんて出ちゃうんで、いやそりゃね、あのデッキ横行しますよ。で、案の定ね、チルドデッキすごいね、あの横行してましたよね。まあ今の環境でも全然多いんですけども、はい、まあね、友人目の8段に登場してからね、まあ未だにねほとんど劣れることがなく、現役の強さを発揮しているカードです。はい、対策はやはり先ほどのドッカンゴジータなんですけども、まあこれ言うて 80% 軽減なんで、この軽減効果を多重でダウンさせまくればね、あのダメージ普通に通せるようになりますので、まあ完璧な対策とは、ちょっと言い難いというか、うん、まあドッカンゴジータ敵にいたらきついんだけど、それでもなんとかなっちゃうのがチルドのカードパワーなんで、そこがかなりやばいです。はい、なのでこちらの順位にさせていただきました。はい、第5位こちら、チェンジスイッチのベジット&ゴジータゼノです。はい、意外でしょ。あのですね、もう他のカードはちょっと強すぎるので、あのインフレに飲まれてランクが下がりました。はい、でですね、まあちらほらと名前の上がるねフリーザ復活がね、ちょっとガードダウンで最強のカードになっちゃったので、このガード1のね、まあちょっと存在意義というか、まあ若干薄れてきてるのかなと。それでもチルドのデッキを組むときは必須パーツで、まあこちらもね、あの仲良く今回ランクインしているわけなんですけども、やはりチルドデッキを組むときは絶対にと言っていうほど過言ではないですね、このベジット&ゴジータゼノ。はい、これはねほとんどデッキに入っているんじゃないでしょうか。まあこんな感じですね。はい、相変わらず長い、読み上げるのも大変っていうね。まあでも一番強い効果はまあそうですね、うん、まあステータスを1にする効果だと思うんですけども、まあお互いに火力が出せるっていうのが結構反則じみているというか、うん、本当にひどいね、あの改めて見ても本当にひどい性能だなって、あの強いす強すぎるっていう意味でね。うん、で、まあゴジェットもね、あの全然その使いづらくなったっていうわけではないんですけど、やはりね、まあ、インフレというのはね恐ろしいもので、はい、これをね上回る強さのカードが出てしまうと、やはりこういったランク付けの動画でもね必然的にこうね順位が下がっていっちゃう、うん、ところがあるので、まあ、前回は1位だったとは思うんですけど、はい、今回はこちらの順位で落ち着きました。はい、第4位はこちら、ウルトラゴッドミッション10段シークレットレアよりスーパーサイジンゴッド孫悟空です。はい、来ましたね、ゴッド悟空ゴジットの上ということで、はい、まあこれはね、あのすごい正直に言うと、まあうん、そうだね、まあ用途とか全然違いますけども、まあ、強さで見たら自分は多分今はこっちの方が強いかなと思ったので、こちらのね、超上位のねランクにさせていただきました。はい、ゴッドもすごいですねこれ、あのなんだろうな、これだけね、まあ、軽減無効とか出ているのにもかかわらず、やはりこの値段っていうのは本当にすごいことだなって、思います。うん、ね、やっぱ値段と強さはねすごいね正直なので、まあなかなかこれも値段下がらないですね。で、バトスタでもすごい多いですこれ、正直ね、これより多いっす今、自分もこっちの方が使ってるし、あのゴッドはやはりね、そう軽減だけじゃないんだよね、これガードがカッチカチになるんで、これを突破するにはガードと軽減どっちも消さなきゃいけないんだよね、これが大変で、チェンジも強いんで、これパワーガード4倍、うん、これがね結構火力出せてね、まあ、クリリン乗っけられてから4倍にするとなかなかガードをマイナス値に落としづらいっていう、なので、まあ、このゴジットとかがいるとそれもね簡単にガード1にできるんですけども、まあ実際これが減ってますので、ゴッドはね本当に今の環境めちゃくちゃ強いですね。
で、ゴッドデッキはね、まあ、流星と組むのがすごいね、今までのセオリーだったんですけども、最近はまあ流星ゴッドとかではなくって、ゴッドとまあゴレンとか、ゴッドクリリンだけとか、そういう編成が結構多いイメージです。はい、そして第3位のカードはこちらです。さあ、今回の宝箱キャンペーンね、MM3 弾宝箱キャンペーンでのみ入手可能な、レイジング悟空です。はい、レイジングメテオね。はい、こちらの悟空はね、もうね、本当におかしすぎました。性能が。ちょっとこっから強さの次元、だいぶ上がります。っていうのも、さっきのカードまで、ここまでは、環境紹介でいうところのゴッドランク、ゴッドプラスランクか、だったんですけれども、あ、じゃないわ。ゴッドランクですね。失礼しました。だったんですけども、ここから、跳ね上がります。はい、これゴッドプラスランクです、今回の。はい。ですね、おかしすぎる。レイジング悟空はね、なんだろうな、もう防御ではまず間違いなく、まあ最強カード。もう防御史上、ドラヒの防御史上、ナンバーワンの性能といってもね、過言ではないと思います。9割軽減に加えて、自分と1分パワーの高い敵アタッカー以外のアビリティをそのラウンド中封印する。このね、守るという上でね、アビリティを封印するっていうのが、まあ新しいその守り方として出たわけなんですけども、これがまあやたらと硬いと。要はアビリティが封印されるっていうことは、まあ言ってることはもう固定を例えば消したり、倍増消したり、カードアクション封じて、タッチアクション封じて、超アビリティ使えなくして、パワー上げさせない、ガードを下げさせない、軽減消させない、まあそういう、それを言ってるのと全く同じなんですよ。チェンジさせないとか。とにかく凶悪すぎる、この守りは。で、こいつ自身がね、究極バーストを持ってます。はい、ダメージがラウンド数かける4000アップということで、これもね、なかなかに火力のね、出せる、究極バーストだと、思います。1ラウンド目からこれちなみに、必殺技が発動可能なんで、自分自身がね。まあ、さっきのドッカンゴジータみたいな感じで、エナジーゼロでも技が打てるんですけども、まあ、アバターでリンクさせてから技打ったりすると1万ぐらいの火力がね、1ラウンド目からね、出すことが、できちゃいます。ちょっとごめん、くしゃみて。これは表記以上にぶっ壊れております。でね、まあ、極めつけは、イラストの良さ。はい。とにかくね、最高のね、イラストをね、こちら選ばれておりますので、まあ、これが最強カードとね、まあ、言われればもう、誰もがね、納得する、イラストだとは思いますが、次のカードはちょっとそうじゃないんですよね。はい。第2位のカードはこちら。コンダーのアルティメットよりフリーザ復活です。はい。これは正直に言ってね、こんな上にはしたくなかった。正直言って。っていうのも、まあ、フリーザーはすごい人気キャラだし、ね、カードのデザインもね、まあもちろんかっこいいですけども、まあ、最上位クラスのイラストかっていう風に言われると、まあちょっとこういうのとは違うわけじゃないですか。ね、ゴジットとかの方が、まあ自分好きだし、まあ挑戦士じゃない、まず。で、チルドとかも毎回ランク付けの動画でね、上位のランクにするのってちょっとためらいがあったんですけども、フリーザーもちょっとその一種かな。はい。まあ、ね、ゴールデンフリーザのね、初登場のシーンでね、すごくいいと思うんですけども、ここまで強くしなくてよかったんじゃね、運営っていうのは、すごい思います。アビリティこんな感じ。これね、狂ってると思うんだよね。もうこれさ、まあ、まず、効果アップがいらない。うん、効果アップなしでこれ十分強いのが、まあ、1000ごとに自分チーム全員のパワーがまず1000アップ。で、ガード500ダウン。で、2ラウンド目で、2000アップ1000ダウン。で、3ラウンド目で、3000アップの1500ダウン。ぶっ壊れにも程があるよと。うん。そこまでしなくていいよと。だってさ、1万出して、まあ、1万アップのさ、5000ダウンでも普通に強いじゃん。なんでこれがどん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 効果上がっていくんですかっていう話。ね。で、気力回復ついてます。しかも作戦決定前という最高のタイミングの気力回復、持ってますので、これをね、合わせて、まあ、要はフリーザーのアビリティとすごい、ね、相性がいいので、まあ、気力消費でさらにね、戦闘力出せるようになるじゃないですか。ね。これ合わせると、もうとんでもない戦闘力。さらに、バーダックのシークレットとか、まあ、戦闘力いっぱい出せるカードって、あると思うんですよね。で、そういうのと、まあ、こうね、合わせた時に、そりゃ壊れるよね。あと、モナカとかね、一番いい組み合わせが多分モナカですかね。あれ合わせると、戦闘力尋常じゃないほど出るので、そこら辺で戦闘力爆上げして、このアビリティを発動させたときに、自分チーム全員のパワーがね、余裕でこう5万とかアップして、で、ガードもね、何万、3万とか4万とか下げてとか、もう意味がわからないね、アビリティとなります。はい。まさに脅威。
でチェンジ効果、自分のパワー、戦闘力、必殺ダメージ、永続プラス3万。はい、おかしいですね、これも。1万でも強かったと思う。いや、もう5000でも強かったんじゃない？なぜ3万なのか。ね、3ラウンド目ってのは偉い。でもさ、それにしてもこのアビリティついてて、なんでわざわざこんな強いチェンジまでつける必要があったのかっていうのは、すごい思いますので、これは正直言って遊戯王で言うと、この禁止カードみたいな、ちょっと調整をね、運営がミスったカードの一種だなというふうには思いました。はい。ということで、第2位が、フリーザ復活ということでね。はい。まあ、これはね、多分、いろんないと思います。はい。ということで、お待たせいたしました。今回の絶対持っとけこの10枚、ナンバーワン、第1位にね、選んだカードのご紹介です。はい。ちょっとね、花粉症が辛いので、正直今、撮っててもね、結構辛いんですよ。なので、ちゃっちゃとね、ちょっと紹介していきたいと、思っております。はい、第1位のカードはやはりこちら。はい、今度のシークレットレア、チェンジスイッチ、ベジーターの孫悟空です。わかっすよね。はい、みんなわかってたと思いますが、はい、こちらね、キラカイコンビを今回の1位とさせていただきました。はい。でもここ正直言うと、強さの違いそんなないっす。これね、今、1位、2位、3位でね、こういう感じで紹介したと思うんですけど、効果。差が本当にないっす。うん、わずかな差しかない。まぁ、ちょっと自分的にこういう感じね、ベジータが、まぁ、若干抜けてるかなってなるんですけど、フリーザと悟空はもうほんとこれぐらいしか差はないっす。自分の中でね。うん。こういう感じで、まぁ、なんだかんだでね、キラカイコンビ、どこまで行っても強えんだ。チェンジスイッチではまず間違いなく最強のカード。いや、まあ、今回っていうとこの、そうですね、ヒーローズでいうとこの今の最強カードが、自分的にはこいつだなと思ってます。はい。アビリティこんな感じ。長いよと。もうね、見えない。画面見えない。どんだけ効果あんねん。本当にさ、長すぎるわと。もうね、作文じゃないんだからさ。しかもこれ、ね、チェンジスイッチに、チェンジついてるんですよ。ね、チェンジスイッチですよ。本当にさ、インフレも大概にしろと。これ多分そのうちチェンジバーストスイッチとかもいろいろ出るよ。この感じだとね。いや、恐ろしい。トリプルチェンジとかやめてね、本当に。まあ、強みを上げると、まあ、絶大な火力。ちょうど5時になったね。絶大な火力がまず取り上げられます。まあ、パワー上がる上にダメージ4倍。この時点でもね、もう相当書いてることおかしいから。3倍でも強かったと思う。しかもこれ1ラウンド目から4倍狙えます。はい。もう、ぶっ壊れてますね。はい。で、あとは悟空の効果がまあ強いんですけど、まあベジータもね、普通に敵サポーターかける1500ダメージアップなんで、まあ破壊神アバターと組ませられると、もうアタックなしてもサポーターなしてもダメージ食らえますよと。うん。あと、まあゴテンクスの宿でもいいんですけど、まあそういう感じでね、こう相手になんかやらせたくない動きをさせることができるっていうのが結構強みかなって。で、軽減もね、効きません。ベジータは軽減無効です。悟空はガード無効です。これ選べます。いう感じなんで、先ほどのゴジットはガード1にするか、パワーを1にするかだったんだけど、こっちは、ガードを無効化するか、軽減を無効化するか、選べて、しかも火力が超出るっていう、意味がわからない。で、もちろんこれもね、合わせ技で化けますよ。例えばさっきのフリーザ。はい。これ倒せたらマジで尋常じゃないです。フリーザパワー上げます。で、ダメージ上げます。軽減無効です。ガード消します。やりたい放題ですよ。ね。で、まあ、戦闘力足んないなって思ったら、じゃあなんか戦闘力上がるキャラクターで適当に入れとけばいいんすよ。バーダックとか、モナカとか、ね、適当に入れとけばいいのよ。ゴジータ BM で固定戦闘力上げてもいいと思いますよ。ね。もうそれやるだけで、もう脳死でさ、最強デッキ作れちゃうんだから。で、このキラカイコンビが誕生したことによって、いろいろなカードが潰されました。流星だったりとかもね、衰退してきましたね。まあ完全に終わったとは言いませんけども、まあなかなかね、いろんなデッキがぶっ潰れたわけです。で、対策カードが、どんどん出てきましたね。メテオアイオスやボルンガだったりとか増えてます。で、チェンジできなくても正直言ってこいつは強いです。チェンジしなくても、ベジータのままで強いですし、まあこのカードを潰すためだけにね、相手は何手も使うしかないので、まあそこもすごい害悪な、性能だなと、思いました。
で、あとはね、まあ、一生チェンジできないってことは、まあ、なかなかないんで、うん、そうですね、まあ、チェンジ無効とかね、出てるけども、うん、それでもね、勝てちゃうっていうのが、別にこれだけ潰されたとしてもね、アビリティがね、他でなんとかしちゃえばいいので、まあ、ああいうスポルンガのデッキとかもそうなんだけど、まあ、なんとかカードパワーでひねり潰すことができちゃうという、脅威のスペックをね、持ってらっしゃる、はい、チェンジスイッチのベジータさん。ベジータさんね、今回の第1位です。いやー、キルクダウンもできて、で、アビリティ封印って、アビリティ封印ってのがちょっと反則だよね。言ったらサポーター使えないってことだからね。一人でもさ、サポーターにね、キャラクター置いてしまうと、もうね、全員アビリティ封印っていうことで、それはね、置けないんですよ、サポーターに。で、かといって、悟空で来るかわかんないから、まあ、相手出すしかないんだけど、じゃあ、相手7倍出ししてきそうだなって思ったらベジータで行けばいいからね。そしたら記録超ダウンで強者領域でしょ、前ラウンド。おかしすぎるよ、書いてること、マジで。何にもさせない。こいつはね、マジで何にもさせないです。はい。いやー、いうことでね。これはね、ちょっと、自分的にもすごいね、痺れるカードでした。使ってでもね、思いましたけども、相手にしてもね、本当にうざい。大体もういるんだよね。これ、環境で大体見かける1枚なんですけど、まあ、ここら辺か。まあ、一番多いのがね、もう、なんだかんだ言ってフリーザかもしれないですね。こっちの方がね、多いです。で、その次に、キラカイコンビって感じで、まあ、ここもね、デッキがこれはね、ちょっと縛られちゃうんですけども、ゴールデンフリーザはそんなに縛られないんで、いろんなデッキに使えるっていうところが多分ね、カード人気の秘訣なのかなと思います。あと、安い。めちゃくちゃ安い。4500円とかで買える性能じゃないです、ゴールデンフリーザ。なのでね、まあ、まず間違いなく今ね、買っておいた方がいいカードの1枚として、まあ、こいつはね、上がるかなと思います。はい。以上です。はい、ということで、今回は絶対持っとけこの10枚2024年3月版をね、ご紹介させていただきました。ですね、先ほども申し上げた通り、ちょっと、花粉症がね、辛いです。花粉症が辛い。で、なんだろうな、もうね、暑いね。今、クーラーとか何もつけてんねんけどさ。暑いっす。なんだろう、まあ、喋ってるからかな。すごい暑い、今もう。なんか、そんなに温度高い方でもないと思うね。15度もないと思うんだけどさ。なんかね、本当にもう、春だね。はい。で、まあね、あと、ランキングもね、2週間以上あんのかな、余裕で。まあ、2週間ちょっとね、あると思うんで、ちょっとね、これから先またね、気を引き締めて、頑張っていきたいなと思います。で、こちらの動画が上がるのが3月のおそらく30日だと思いますので、まあ、3月30日ね、まあ、この動画以外にも、おそらく、まあ、プレイ動画とか、まあ、何かしら上がってると思います。はい。春休みはね、そんな感じで、うちのチャンネルね、楽しんでいただければな、というふうに思います。はい。何日までかな、春休みって。ちょっとね、学生だった頃の記憶が、ちょっとなくなってきてて、4月の10日ぐらいだっけ。なんかまあ上旬だよね。4月上旬まであると思うんで、その間はね、ちょっといっぱい動画ね、出せるように頑張ります。はい。YouTube ライブもお楽しみ。ということで、今回の動画もよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画は終了画面の方からぜひ。じゃあね。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。